お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお客様は、俳優の香川照之さんです。今回もよろしくお願いします。お願いします。香川さん、お久しぶりということになりますよね。そうですね、ワウフェスたっぷりとお話しいただきたいと思います。さあ、まずこの試合から参りましょう。WBA 世界ライトフライ級暫定王座決定戦です。メキシコの国旗を、まあ、イメージしているトランクスを履いています。赤、それから緑、シルバー、このトランクスがフランシスコ・ロサスであります。そして青と白のトランクスがローマン・ゴンサレス。まあ、小泉さん、ローマン・ゴンサレス全勝でこの試合が2階級制覇挑戦という試合になるんですね。はい、相手がタフですね。強敵ですよ。それでね、スペイン語でね、その再戦リマッチのことをレバンチャって言うんですけれども、はい、これ初戦は2対0だったんですよね、ローマン・ゴンサレス苦戦したんですよね。ボディー来ましたね。もう一発入りました。さあ、追いかけます、うん、ゴンサレス、オープニングで、浜さん、これ早いかもしれませんね。今のボディ一発で腰曲がりましたからね、ゴンサレスのボディアッパー今日切れてるということですね。試合が早くなる可能性もあります。この1ラウンド目じっくりとご覧いただきたいと思います。またボディ入りました。ただロサスはタフですよ。なるほど、ちょっと低い、いいパンチ打ち返してきます。まあ、小さな怪物と呼ばれているローマン・ゴンサレス、それよりも小さな体、フランシスコ・ロサス 152.5 センチであります。おーおー、ゴンサレスダウン。右アッパーになったように見えましたよね。左引きずりながらですよね。あ、そうですか。はは、今当たったように見えましたけれども、引っ掛けながら、あの感じに見えましたけどね、はい、引っ掛けながらということになりますね。いや、これは本人もちょっとびっくりした顔をしていました。左当てます、ゴンサレス。おお、香川さん、今のシーンはびっくりしましたね。いや、本当にこういうのは見えないですね。ただ、まあ、今日ゴンサレスパンチ切れてるんで、リーチャー、誰もが注目しています、この小さな怪物ローマン・ゴンサレス、青と白のトランクス、ボクシング界の宝の一人ですからね。そうですね、そう言われています。この2人ランキング1位と2位に現在ランクされていまして、勝った方が暫定王座ライトフライ級のタイトルを獲得します。ショートパンチ小さくつきます、フランシスコロサス。このボディ、浜さん、ボディ多いですね。このボディブローはですね、まあ、前半でノックアウトするにしろ後半まで行くにしろ有効ですよ、うん、はい。でこの左ボディに続く左アッパーがもう武器ですよね、ゴンサレスはね。このダブルが追いかけます、ね、どんどん行きますね。まあ、ミニマム級時代というのはもうつい先ほどまでそうだったという感じなんですが、浜さん、敵なかったですからね。まあ、ずば抜けていましたね、はい。まあ、飛び抜けているというんですかね、ええ、ただ問題はその原力があったことですよね、はい、体がやはりミニマム級では大きかったですからね。第1ラウンド終了しました。WBA 世界ライトフライ級の暫定王座決定戦、先ほどのボディーブローからのこれスリップだという判定だった、最初のボディですね、聞いたボディですね。そしてこれがスリップのシーンでしょうか。あ、そうですね、引っ掛けて右アッパー打ったこと打ったんですね。いや、ゴンサレスやっぱり早く仕掛けてきたんで、はい、これ意外に早く終わるかなと思うんですが、やはりタフなんでね、もうちょっと見てみたいなと思いますね。第2ラウンドスタートしました。左アッパー本当堪能できるんで、はい、ゴンサレスの、ジョーさん、第1ラウンドポイントをつけていただきましょうか。まあ、あれがダウンでないってするとですね、それ以外はそのローマン・ゴンサレスがやはり支配してましたから、はい、その10対9ですね、ゴンサレス10対9ですね、はい、お二方ともゴンサレス、あれダウンと取られても仕方ないような倒れ方だった、ちょっとキャッチしましたけどね。ただリプレイ見るとね、やはりあの腕で巻き込んで倒してますね、うん、はい、またボディです、うん、おう、ショートが当たりました。今のは右、ロサスの右がいいの食ってますよ、はい、今打ち合いになります。あまり打ち合った小柄のロサス、角度リンに打ち込んできます。お返しです。今思い切り対抗になってますね。これは全力で来てますね、両者。またボディ、ニカラグアのゴンサレス、今日は多く打ち込んでいます。いいコンビネーションを使いました。ショートダウン、右アッパーですね。今何連打だったでしょうか。コンビネーション続けました。よく手に出ましたね。フランシスコロサス、たまらずダウン、これは決めに来るかもしれないですよ。そうですね、さあ第2ラウンドです。ナイスボディ、素晴らしいコンビネーション続けます。またボディ、ボディから顔面に返していきます。
これもつなぎます。そう、たまらずゴンマズのように吹っ飛びました。あと1分半ありますから、これきそうですね。このラウンド2つ目のダウンです。立ち上がりました。さあ続行か、続けます。ロサスの体の角度がもう、ボディで終了。いややっぱり怪物です、ローマン・ゴンサレス。早かったですね、早かったですね。まあこの2人リマッチ再戦でもあったんですが、前回はゴンサレス選手が非常に体調不良ということもありまして判定まで行ったんですが、今回は浜さん文句なしの勝ちっぷりだったんですね。本当にですね、2回目やった時にはですね、まあ、頭のいい選手が勝つ、考えた選手が勝つというふうによく言われますけどね、まあ普通に調子持っていけばこの結果ですよね。まあですからミニマムでチャンピオンだった時も2階級は確実に取りであろうと思ってましたからね、はい、まあ簡単に取りましたね。ローマン・ゴンサレス2階級制覇達成であります。まあ香川さん、はい、この人は多分2階級ぐらいじゃなんてことない、ね、驚きっていうかその喜びでしょうね。まあ今日の日を通過点にさらに上を目指すというような感じになるとは思うんですけれども、それにしても2回は結構強引で一発右もらってヒヤッとしましたけれども、はい、きっちり仕留めましたね最後は。ジョーさん見事なコンビネーション続けましたね。しかしそうですね、だからこのロサスっていうのはね3度目の正直で、最初のその世界挑戦はこれローマン・ゴンサレス2対0でしょ、はい、次はそのファン・カルス・レベル2対1だったわけです。でタフで行ってたわけですよ。これ3度目の正直って当然タフファイトを予想されたんですけど、今日はねゴンサレスが調子が良かったです。パンチが切れてたですね。まあ、日本でも戦っているゴンサレス、非常に日本でも人気があります。新田選手に勝ってタイトルを、まあ、ミニマム級の時には獲得しました。そして高山選手にも勝っていますし、ミニマム級時代は無敵を誇りましたが、このライトフライ級でもその無敵を誇っていきそうです。だから爪にかかってからね、みんなそのアッパーで倒してるんですよね、小さな、だからね、あのアッパー打つっていうのはね、ちょっと日本の選手が追い上げの時にできないんですね。1分38秒、はい、2ラウンドです。Interim WBA light flyweight champion of the world, Roman Chocolatito Gonzalez.